東京大学応援部は26日から五泉市で夏合宿を行っていて、今日は市民らおよそ370人を前に6日間の成果を披露しました。勉強ばかりかなと思ったんですけど、やっぱりこういうのにも一生懸命ですごいなと思いました。衣食住すべて良くて、疲れた体をゆっくり休んで翌日の練習に臨むことができていたので、今までの合宿以上の充実感を得ることができております。合宿は明日までの予定です。